いる。かわいい。教えてくれた人すごいね。違うな、あそこにも駅の色じゃん。あ、本当だ。でも今真逆側だもんね。2つある。バラ肉だ。悩むよ。どうしよう。多分ジューシーなの後口だよね。脂とか。そうだね。もも肉もある。こっちのがさ、なんか旨味は強そうな感じ。そうだね。一旦こっち食べてみて、まだいけそうになってなったらもう一個します。オッケー。いや。じゃあこれ。じゃあ上。これ。我々はいつもこれでスタスタのものを食べて、なんかいい可愛いね。あ、なんかね、めっちゃ小ぶり。そう、あそこになんか、なんだろう、焼いたのが置いてあった時に、あれちっちゃいなって思った。前食べた時、これのもうちょっと人前の。そう、でかかった。すごい、もうちょっとめくれてる感じ。じゃあ、行きます。絶対たいやけどする。絶対熱い。これは絶対熱い。でももう美味しい。ここがめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。カリカリだ。この焼き方とかめっちゃ美味しい。ちょっと肉頑張るね。絶対熱いから気をつけな。湯気が熱い。まだもう一口いかないといかない。いきまーす。怖い。肉がね、弾力がありすぎて噛みつけないの。噛みついてると思うじゃん。噛みつけてない。肉がね、私の歯を弾いてくる。肉が私の歯を弾いてくる。これは、あ、なんかほら、ブロッコリー出てきちゃう。わあ、肉負けてるぞ。わあ、肉負けてる。わかるこれ。下も頼もう。いや、まず食べてから言うたやん。一人でまず3人で食べれたら。ちょっとこれ。一人で一個一体レベルうまい。本当？お、未来のダチさんがいいというのであれば。いや、いかない。見て、葉っぱが下に出てきたよ。本当だ。これね、私これ一人で一個食べたいぐらいうまい。本当。あ、すごい。葉っぱやばい。はい、いただきます。肉、気をつけて。頑張ってるね、肉が。そう。ミンチじゃなくて、丸ごと入ってんの。ちょっと思って、めちゃくちゃ美味しい。肉が本当に塊なの。ぶつ切りがすごい入ってるから。で、この草は多分ね、バジルです。中華バジル。最高じゃん。最高の組み合わせだじゃん。味付けもね、最高に美味しいし、周りのパンとめちゃくちゃ合うの。やば。やばい。バジルがやばいのか。バジルなの。このグリグリのとこ食べたもんね。このバジルも食べたい。どんどん人が、あれ、これもしかして。あ、出ました。三里効果始まってるね。始まってる。ああ。だ、大丈夫か。肉が。大丈夫、もう一個買うから。おいしいよね。あ、これはうまい。美味しい。うまいねこれ。こんな。バジルがいいな。ね、肉がこんな弾力ある肉なんだね。ねえ。噛み応えがすごい。あの人もう一個買うつもりだって。満面の笑みで順番待ってる。バラ肉だからさ、ちょっと油が浮いてきてんのかもね。うん、黒ごまが振ってあるのが違いだから。本当だね。いただきます。はい、どうぞ。バラだよ。まだです。はい、まだです。さっきこれバジル切ってなかった？これネギだよ。ネギだったの？こっちネギ。パパ。パパ。パパ。まだですけどネギ見えますよ。あ、本当こっちネギだ。全然ね。でも肉遠いの。遠いね。ちょっと頑張ります。頑張ってください。もうちょいだね。ネギグッバイ。もうちょっとで到達です。いきます。見てますか？うまい。なんかね、冷めたな。なんだろうね。こんな冷めると思わなかった。なんかね、すごい不思議な感じなんだけどさ、普通さ、こう食べてさ感想を言うじゃん。ちょっと感想を言うのめんどくさくなるぐらい美味しい。お腹空いた。いただきます。もうちょっと食べたいね。おお。こっちの方があれだね、油というか、やっぱバラ肉だからか、あのプリプリっていうよりは噛みやすいで、油がすごい。ちょっとさ甘みがあってさ、それがちょっとたまらん感じなの。もう一個食べたい。なるよな。うん、なる。あと思いになんない。もうね、パンで噛むほどね、じゅわっと溢れ出す油を楽しんでたいっていう気持ちで、言葉が出なかった。すべてを放棄したくなる。そう、うまい。もうなんだろうね、もちろん胡椒餅だから、胡椒のピリ辛となんか効いてるんだけど、やっぱりそこ根底にある豚の甘さと優しさが、この間ベスト小籠包に、ああ、そう、あそこに通ずる、確かに確かに通ずるものがある。これが多いのか。いや、そうなんだよ。多いよね。これがすごくいい。たくさんずっと食べてる。どういうこと？気持ちわかりますよ。これ離したくないです。ちょっと。ちょっと。なんでこっちを見て食べんの？気づいたら半分ぐらい食べちゃう。これわかん、めちゃくちゃ美味しいわ。これはやばいね。これこっち？あ、そうそう、ネギ入ってるね。だからネギも入ってたんじゃない？多分。マジで？入ってた。あれでも味はさっきと1個目と一緒だよ。あ、1個目だわ。うん。肉が。これバラじゃない？え？うん、バラはね、黒ごま振ってあるから。大きな肉入ってない？ちょっと食べてみたいなことじゃ分かんないな。作戦だ。そういう作戦だった。まんじゅう怖いみたいな、なんかあれの派生のやつ。確認しないと分かんないです。食べてて全部食べちゃうやつ。やばい、分かんねえな。分かってんだろう。随分食ったろ。塊がね、塊すぎて食えねえって。そうなんだよ。いやー、美味しいな、ここ。ここは美味しいわ。何、幸せそうだな。何かにむさぶりついてる時のね、美佐子が一番輝いてる。そうなのよ。輝いてるよ。本当にね、美佐子の食べる姿はね、焼き動画なんだ。こいつは間違いねえ。お値段トップだ。私夢を見ているのかな。難しい。じゃあ。最初に食べたのか後に食べたのか、1と2でやりますか。はい、決まりましたか。はい、じゃあ行きましょう。美味しい方は、はい、おお、みんな同じじゃん。同じじゃん。美味しい。ちょっとね、なんか衝撃があるから、こっちがすごい美味しいなと思っても、え、マジかみたいな、すごい。